Алоха, с вами Swordflame. Я в видео зашел на аренку и тут обнаружил еще одно воспоминание Лилитис. Сейчас мы его возьмем и после этого пойдем дальше по сюжету. Погнали!力を示せ、ね。ああ、何だってやってやるさ。 フッテイターン落ちろ。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 フッテイターン
Hit!
貫く。なかなかうまい。はっせいさん飛べ。はっせいさん飛べ。はっせいさん落ちろ。はっせいさん飛べ。はっせいさん飛べ。はっ。はっせいさん落ちろ。落ちろ。さあ、じゃあな。ほら、待って。ヨルドに血を奉納する？力が満ちてくる。今日は聞きたいことがあるんだ。あの、ヨルドの剣のことなんだけど。私の剣に似ていると思わない？なんでかな？半妖の血に惹かれ、見せられた血が主を守るために武器として目覚め、妖魔の剣になるのです。吸血剣ヨルドの正体は未だ不明ですが、もしかしたらあなたの剣とよく似た状況で創出されたのかもしれませんね。
似た状況か。それとも運命なのかもしれませんよ。ヨルドの剣があなたを呼んでいるのかも。私を？それでは次のデスタンで。この依代でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決め。
浄化。カルノおいで、一緒に行こう。力を絞り出せ。ハッテイタン飛べ、ハッテイタン飛べ、ハッ生きた、フッテイタン。すべての邪妖は私が滅ぼす。まだこれからだぞ。フッテイタン落ちろ。くだろ。
燃え上がれ。せいはくだはさあうっくだすぐれろ。せいはくだあっかい。せいふさあせいはくだせいせいせい聖女は自分の心臓ごと夜の君を。初代聖女は夜の君に花嫁として嫁ぎ、そして裏切ったのです。光琳さん、アーナス、君にはありますか。何があろうとも戦い抜く覚悟。君の聖女がたとえ自ら命を投げ出しても、その死を超えて戦う覚悟がありますか。彼女の死なんてありえない。なぜなら私が守るから。彼女自身からも彼女を守るからだ。ならば守ってもらいましょう。あなたの大切な聖女ルリーティス。光琳さん、あ
なたは。混ざり者のあなたと聖騎士の私とどちらが聖女を守るにふさわしいか勝負です。すべてを閉じてかかってきなさい。行くわよ。頑張れ。食らいなさい。でぇはぁ、しおりの炎燃え上がれ。でぇはっ、くだ、食らいなさい。ほっはっほっ、でぇはぁ、これならどう。行くわよ。でぇ、食らいなさい。食らいなさい。食らいなさい。千鳥の炎燃え上がれ。ほっ、でぇはぁ、はっ、ふっ、くだ、食らいなさい。くだっ、剣はっ、戦艦落ちろ。すべての邪妖は私が滅ぼす。見分けがつく。ふっ、戦艦、これならどう。これではっ、生きた。はっ、戦艦、食らない。ちっ、まだまだ。はっ、生きた。どれ、ほっ、なかなかやるね。食らいなさい。食らいなさい。はっ、戦艦、はっ、戦艦、見切った。行くわよ。食らいなさい。ふっ、戦、ふっ、見切った。これならどう。まだまだ。
降臨さん、教えて。あなたのその姿は一体どういうことなの？教皇長は何をしようと。私の体に流れる青き血が、私の裏切りにようやく気づいたのね。そう、私は選択したのよ。あの遠い日、夜の君との戦いで青き血を飲み、妖魔の力を手に入れることを。妖魔の血を。最後の願いを聞いてもらえないかしら。その彫刻のもとへ。ああ。これは初代聖女、彼女にも名はあったわ。ルードゲート、私の心の友。私は守れなかった。守ってあげられなかった。リュリーティスさん、怖い思いをさせてしまってごめんなさい。絶対に一人で抱え込まないで。アーナスのことちゃんと頼るのよ。はい。アーナス、君は守りたいものをその手で守るのよ。どんなに苦しい時も必ず道はある。逃げ道だろうが回り道だろうが、君が行く道が正しくなる。わかった。君たちに会えてよかった。親愛なるシスターアーナスへ。聖女の封印は解け、ミラダは満ち、降臨の闇も解放された。条件は揃った。青き祭壇への道は開けたのだ。夜とどう向き合うのか、お前の働きに期待している。妹思いの優しいブラザーより。しっかし、なんというか、俺たちだけだとむさ苦しいもんだな。ブハー！何言ってるんですか。あなただってそのムササの一角を占めてるんですよ。お嬢様たちがいないと寂しいものでございますね。でもいつかはあの二人はいなくなるんだよな。そうしてこのがらんとした風景が当たり前になっちまうんだ。そうでございますね。なあにしんみりしてるんだか。もうすぐ世界まるっと滅びちゃって
みんな仲良くお堕仏するってのに。ただいま。帰ってきたか。ずいぶんと遅かったですね。お帰りなさいませ、アーナスお嬢様、リュリーティス様。うん、ええ、ここ夢の中。こんばんは、アーネス。こんばんは、夢の中のリュリーティス。本当に神出鬼没だよね。まるで世界中にいるみたいだ。お前も眠ってここに来たのか？それとも生身のままエレベーターで来たのか？お前の言葉が分かればな。改めてお礼を言わせて。助けてくれてありがとう。うん、間に合ってよかった。本当によかったよ。アーネス、あなたに聞きたいことがあるの。コーリンさんは初代聖女を守るために自ら妖魔の血を飲んだと言っていたわ。あなたはそんなことしないわよね。君言ってたよね、夢の中では嘘がつけないって。私は君を守りたい。妖魔の血が必要ならそうすると思う。そんなこと私が望んでいないと知っていてもそうするのね。君に嫌われるのは答えるけどね。そろそろ時間みたい。
アイネスと一緒にいられて楽しかったわ。もう会えないみたいな言い方するなよ。そうなのか、もう会えないの？私は現実のリリーティスが夢の中に捨てようとした心、私なんか守る価値がないってそう思わせるためにね。でももうその必要はないじゃない。現実のリリーティスはもう私を拒んでいないわ。だってあなたは私の嘘なんて簡単に見抜いてしまうんですもの。だから私たち一つに戻るの。そうか、でも寂しくなるよ。君がいなくちゃ現実のリュリーティスと私は喧嘩別れしてたかもしれない。時々その方が良かったんじゃないかって思っちゃうわ。バカなこと言うなよ。今までありがとう。この夢が覚めても君のことは忘れない。アーネス、本当はもう一つ聞きたいことがあったの。でもそれを聞くのが怖くて。アーネス、あなたはまた。また、どこか遠くへ行ってしまうつもりなの。私、長い夢を見ていたの。ここではないどこかであなたと出会って、でも離れなくちゃいけなくてあなたに聞かなくちゃいけないことがあったのよ。でも覚えていないの。大切なことだったはずなのに。不思議ね、夢のことなのにこんなに胸が苦しい。君のことを守るよ。君が忘れてしまったことも丸ごと全部くすぐったい。ごめん。おはよう、リュリーテス。おはよう、アーネス。
もしもし。教皇庁からの最後の指令を伝える。青き祭壇への道を発見した。美術館の奥、星雲回廊の先にある。聖騎士アーナスは直ちにこれを制覇。新聖女リュリーティスを祭壇に捧げ、夜を封じる生贄とせよ。封印の確認をもって本指令の完結とする。成功した暁には、聖騎士アーナスには自由が約束される。何にもとらわれぬ本物の自由だ。だがしくじれば世界は終わる。とこしえの夜に包まれ、生きとし生ける者は皆二度とは目覚めぬ眠りに落ちる。分かっているな。ああ。何か質問は？特にないよ。だって。私は私の信じる最善を尽くすだけだ。それでこそ我がシスターだ。あんた、アーナス、君のブラザーを務められたこと嬉しく思っている。君は君の望む道を行きなさい。ついに最後の指令が。さあ、これでいいんだな、オリ。
これでいいんだな、取引せ。これでいいんだな、取引。これでいいんだ、取引。いよいよ世界の終わりですな。お前だけは変わらないな。落としたやつかな。なになに？ネルダリッジ様、以下の金額を情報代として請求する。7860万リブラなり。ネルダリッジか、変わった名前だな。宝石伯爵といい、ロイドったらいくつ名前持ってるんだか。ネル、ダリウス、ジネット。まさかね。さあ。アナス王女様、うん、アナス、行くのなら私を連れて行ってね。アナス、何お通夜みたいになってるんですか。いいですか、世界はもう滅ぶと決まってるんです。夜の君がそう言ってるんですから、そうなんだったらそうなんです。あなたたちが命を懸けることなんかこれっぽっちもないんですよ。俺も今回ばかりは先生に賛成だ。ここから少し離れた場所にある港に船を用意してある。俺様が全財産つぎ込んで作った世界最強の逃げ足を誇る海賊船だ。ジョちゃん、悪いことは言わない。リュリーティス城を連れて逃げろ。ジョーちゃんは汎用として、リュリーティス城は聖女の末裔として世界を背負ってきたのは知っている。
だがそれは仕組まれたことだ。ジョーちゃんは好きで妖魔の血に触れたわけじゃない。リュリーティス城の戸籍だっていくらでも改ざんできる。世界を守るためなら何だってやる。それが教皇庁じゃねえか。あいつらに踊らされることはない。そうですよ、もう犠牲は十分なんです。あなたたちは自由になっていいはずだ。嘘つきだよね。ここにいる人間はみんな嘘つきだ。支配人は前の聖騎士だし、教授は多分エージェントでしょ。黒の書も勝手に持ち出したんじゃない？ゲス！それでロイドは何？どっかの国の諜報員さん？それとも七つの海を股にかける海賊さん？まあ半々ってとこだな。それでもしかしたらリュリーティスは聖女の末裔じゃなくて、私は人間じゃない。私は夜の君の血が混ざった汎用だ。アーネス、昔は違ったけど今となっては私ほど妖魔の血を集めた者はいないよ。私以外誰があの夜と戦える？あの日、青い雨が世界中に降り注いだ。それが夜の君の血だなんて誰も知らなかった。思えばあの瞬間から私の時は止まってしまったんだろう。妖魔に狙われて、人間に恐れられて、邪妖を狩る力は否応なく身についた。町から町へ、一つのところに半年もいたことはない。今とそう変わらない流れ者さ。でもその腕を見込まれて教皇庁に拾われた時、君とリュリーティスと出会ったんだ。リュリーティスと過ごしたひと夏はかけがえのないものだった。誰かを守ることができるのなら、半分妖魔になったこんな体も悪くないなって、そう思えたんだよ。君に出会って初めて私は私のことが許せたんだ。リュリーティスが聖女かどうかなんて関係ない。この戦いは私の戦いだ。リュリーティス、この世界ごと君を守ってみせる。君が信じなくても守ってみせるから。アーナス、私も信じたいの、あなたのことを。でもでも行かないでほしいの。もう戦わないでほしいの。この戦いが止まるというのなら、全てを投げ出して戦いを止めたい。この命を投げ出してでも止めたいの。わかってる。私は君からも君を守るよ。そのために負けないで来たんだ。青き祭壇までのルートを確保する。それまでリュリーティスのことお願い。
お任せください、お嬢様。じゃあ行ってくるよ。祭壇を開くのは頼んだからね。いつもみたいに送り出して。行ってらっしゃいませ、アーネス様。うん、このカップケーキ、こっちを見てる気がするんだよな。食べてほしそうにしてるでしょ。そうだね。アーネス様、改めてお礼を言わせて。助けてくれてありがとう。コーリンさんは言ってたわ、聖女を守るためなら全てを捨てるって。あの人の気持ちは本物だったの。だから私。逃げ出せなかったんだね。ねえアーネス、あなたは全てを捨てたりしないで。約束して。わかった、約束する。これお礼のカップケーキ、たくさん食べてね。うん。ついに世界の終焉ですか。いや、ワクワクしますね。さあ、じゃあな、じゃ。Быстренько. Всего 7 глав, и мы уже на последней главе. В принципе, локации немного быстрее, чем в Софи, проходится гораздо. Но в Софи надо еще качаться, крафтить. И здесь качаться проще, проще набить кровь, чем в Софи качаться. И быстрее. И здесь не нужно крафтом заниматься, поэтому меньше здесь времени. Меньше времени здесь тратится. Но все равно как-то быстренько. Может, будет какой-нибудь эпилог? Может, несколько концовок есть? Не знаю, посмотрим. У меня всего лишь 7 уровень, а максимальный, как написано, когда качаемся, 10. Так что, может быть, вне видео я немножко крови пойду пофармлю, а может быть и нет. Посмотрим. Молот крутой, очень
классно им орудовать. Чувствуется, что это молот, медленный такой, но мощный. Итого, это последнее, наверное, оружие, потому что с каждой стороны круга в левом нижнем углу по оружию отображается, так что, наверное, больше оружия не будет. Ну что ж, в следующем видео пойдем в финал, не знаю, долгий он будет или нет. Может быть, следующее видео будет финальное, а может и нет. Посмотрим. Ну что ж, на этом моменте я закончу это видео. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Sword Flame. Всем пока!